使徒王院は艦長をないがしろにする董卓の専横に深い憤りを抱いていた。ある夜、王院は鍵朝鮮を招いた。そなたのことは娘同然に思い育ててきた。しかし天下の人民のため辛い思いを強いること許してくれ。王院様へのご恩返しができるのであれば、この命さえ惜しみはしません。どうぞ何なりとお申し付けください。よくぞ申してくれた。国賊董卓とその片腕とる呂布、あやつらを討てるのはそなたしかおらぬ。後日、王院は呂布を招き宴席を設けた。王院が呂布を褒めそやし、呂布が上機嫌となっていた頃、実は呂布殿にぜひお引き合わせしたい者がおりましてな。おお、遠慮はいらぬ、呼ぶがよい。ありがとうは存じます。朝鮮、これ。呂布様、お初にお目にかかります。王院殿、こちらは我が娘朝鮮でございます。さあ朝鮮、呂布殿に舞などご覧に入れなさい。はい父上。呂布様、お見汚しとは存じますが。呂布殿、もしご迷惑でなければ我が娘を呂布殿のおそばに置いていただきたいのですが。何、朝鮮をか。まことによいのだな。天下無双と名高い呂布様にお仕えできれば何よりの幸せです。どうかおそばに置いてくださいませ。迷惑でなどあるはずがなかろうが、喜んで朝鮮を我が元へ迎えよう。ありがたき幸せ。それでは吉日を選んで送り届けますゆえ、しばしお待ちくださいませ。呂布は上機嫌で帰っていった。その姿を見送り、王院と朝鮮は強くうなずく。そしてさらに後日、わしのためにかような宴席を設けるとは殊勝な心がけぞ王院。もったいなきお言葉。董卓様はいずれ天使に昇られるお方、お迎えできて妨害の幸せでございます。ふんふん、めったなことを申すな。だが時来たらばそなたの功には報いよう。ああ、これは褒美をねだるような真似をしてしまいました。不遂のお詫びに我が娘の株を献じましょう。ほう、そなたの娘とな。では早速、朝鮮、これ。お目にかかれて光栄です、董卓様。拙い舞でございますが。
なんと美しい。マウ様はまるで花のよう、歌う声はまるで鈴が鳴るようじゃな。身に余るお言葉でございます。よいよい、それよりもっと近くに寄らぬか。その美しい姿をわしによく見せてくれ。お気に召されたようですな。もし董卓様さえよろしければ、この挑戦をおそばに置いていただきたいのですが。なんと、それは願ってもないこと。では早速連れ帰るぞ。よいな。はい、どうぞお連れください。挑戦、しっかりとお使いするのだぞ。はい、お父様、必ずや。しばらくすると玉が血相を変えて王院のもとへ怒鳴り込んできた。王院、貴様この俺をたばかったな。玉殿、何事です。敬愛する玉殿、それがしがたばかるなど。黙れ。ならばなぜ挑戦を父董卓に差し出した。そのことにはお詫びの言葉もありません。挑戦は玉殿と言い交わした中と董卓様にはご容赦を願い出たのですが。何？では父が無理やり挑戦を連れて行ったと申すか。そうでなくばどうして。それがしが玉殿との約束をたがえましょう。董卓様、あまりにご無体な。そうであったか。いいよ乗れ董卓。我が剣、なれり。挑戦、あとは頼んだぞ。いや、それには及ばぬ。いささか過ごしすぎた。そろそろ帰らせてもらおう。野獣の感化、董卓は王院の凶王を退け早々にその屋敷を去った。王院の秘策は不発に終わった。